はいどうも、速録です。今日はですね、めちゃくちゃ安くなってる 3D プリンター、こちらを紹介していきたいと思います。紹介するのはクリアリティの K1。前からね、 3D プリンターずっと欲しいなって思ってたんですけど、まあ欲しいものはね、やっぱり高いんですよね。まあ安いのを買ってとりあえず使うっていうことでもよかったんですけれども、まあどうしてもね、このエンクロージャー付き全部囲われている状態のもの、こういうものがね、どうしても欲しかったんです。というのはホコリが被ってしまって、なんかメンテナンスがね、大変になっちゃうんじゃないかなっていう予感がしてたんで、どうしてもまあホコリ除けっていう面でもこのエンクロージャー付き、あと騒音ですね。動いてる最中どうしてもね、うるさいとかね、そういったことをね、防止するためにエンクロージャー付きのモデルのものをずっと探しておりました。まあエンクロージャー付きのものをいくつかモデルあるんですけど、まあその中でもね、このクリアリティ K1 っていうモデルは比較的安くてずっと狙ってた商品ではあるんですけど、まあとは言ってもね、ずっと9万ぐらいしてたんですよ。ところがどっこい、今はね、6万3000円ぐらいで売ってる。すっげーお買い得だなと思って、実はね、自分買った時はもうちょっとだけ高かったんだけど、今見たらもう6万3000円ぐらいまで落ちてるんで、かなり狙い目かなと思って紹介させていただきたいと思います。そして今週はね、なんといってもブラックフライデーもあるんで、必ず安くなるかなと思って、まあまさにね、買ったものを目の前に映ってるんだけど、まずはね、開封動画撮ってますんで、そちらをご覧ください。どうぞ。いやー、ついに届きましたね、クリアリティ K1。 すごい楽しみで待ちわびてたんですけど、いよいよ開封していきます。よいしょ。やっぱでけえな。おお、結構いい梱包ですね。スポンジが貼ってある。最初に出てきたのはこちらです。これ多分蓋かな、ステッカーが入ってる。このキャラクター俺結構好きなんだよね。これ机の上に置こうとしてるんですけど、配置考えなきゃなんないですね。うらっ、よいしょ。とりあえず剥がしちゃおっか、ペリペリも。あ、なんか汚く剥がれてる。なんかあまり気持ちよくない。全然気持ちよくないぞこれ。ほら、よし。これなんだ。あ、なんか入ってんな。あー、なんかモニター部分なのかな。あ、うーわ、足出てきた。マジかよ。そっか、足をつけるのか。マジかよ、これ先じゃん。ペリペリ外しちゃったっつーの。これ足はつけた方が良さそうですね。なんか振動がすごいみたいなんで。よし、完璧。じゃあ続いて、まだ開けてくよ。これは緩衝材かな。うん、これは緩衝材ですね。よし、とりあえず内容物はこんな感じです。ガパ、なんかボッコとか配線ケーブルとかレンチとか。これ USB メモリなのかな。どうなんでしょうね、 USB メモリ使うだろうなと思って、実は自分で買っちゃったんだよね。これ買わなくてよかったかもしれない。あー、ニッパーだ。ニッパーついてましたね。レンチと、あとなんかヘラ、それとこれがモニターの部分になるのかなと思います。あとこれね、テスト用の白いフィラメントですね。僕の好きなキャラクターがね、見事にぶっ潰れてるというね、もう圧縮パックになってますね。これキャラクター乗せる必要あったんでしょうかね。で、あとなんかよくわかんない筒、何に使うんだろうね。で、これ取っ手どこにあるんだろうね。取っ手が欲しいんだが。で、説明書の後ろになんかステッカーがついてます。かわいいね。うん、で今説明書見てるんですけど、思いっきりちゃんと日本語のページありましたね。まあきっと QR コードスキャンして見た方が新しい情報が載ってるんだろうなとは思うんですけど、とりあえず説明書通りにやってみようかなと思います。これ今更このアンボックスって書かれてももうこれ遅いよね。説明書見るときにはもう梱包外してるっちゅうね。電源コードねえなと思ったら、さっきぶん投げた梱包材の中に電源コードと、まあこれ多分取っ手ですね、取っ手が入ってました。オッケー、多分これでいいんじゃないかな。あー、チェックしてくれるんですね。これは楽ちんだな。あ、そうそう、これチェックはいいんだけど、俺カメラも買ったんだよね。はい、これです。こんなちっこいカメラでなんと4000円もします。これどこにつけんだろうね。うなんかすげえな。やば、下にまだなんかいたわ。これ今外しても大丈夫かな。すまぬ。よし、外した。これは気づかんわ。よし、じゃあ今のうちにカメラを開けてみようか。ちゃんとカメラの中に説明書が入ってて、まあここにつけなさいよっていうのが入ってました。ここに取り付けるだけなんだろう、きっと。配線はあんのかな。うるせえ。すげえ音鳴るな。まあうるさいけど、思ってたよりはまあ許容範囲かなっていう感じはしますね。お、終わりましたね。終わった終わった。はい、 OK。 とりあえず初期設定が終わったみたいです。ととりあえずカメラをつけたい。
あー、それがカメラの電源なんだ。本体のこの右端にカメラのコネクターがありますね。でこれをカメラに取り付けると。よし、 OK。 はい、ということでとりあえず設置が完了しましたよと。テストやってみようか。定番の船ですか、作ってみましょうか。おお、初プリント。なんか思いっきり失敗してるように見えるんだけど、どうなんでしょうね。結構振動するな、やっぱりモニターが揺れますね。あ、めっちゃモニターが揺れる。あー、これやべえな、めっちゃ早えな。でもこれモニターアームつけてる人はダメですね、モニター揺れまくりますね。これはちょっと設置位置を考えなきゃなんないかもしれない。まあでも思ってたより音はそうでもないな。うん、俺はこの音でも寝れる。でもテレビとか見てるとかなり耳障りにはなるだろうね。音より振動だな。なんかちょっと課題が見えてきたぞ。お、終わった。プリントコンプリートって出てますね。じゃあ、早速開けてみます。えい。あー、これやっぱりもうこの蓋あるのとないのとで全然音が違うんですね。これ、うん、もう全然違いますね。はい、皆さんおなじみの 3D ベンチの船ですね。これ取れるんだよね、確か。よいしょ。はい、こんな感じで初プリント。出来栄えはかなり綺麗だと思うんですけど。ああ、ちなみにプリント時間は今17分ぐらいかかったんじゃないかなと思います。カメラ手持ちで申し訳ないんですけど、アップデートをねしてみようと思ってます。歯車のマークが設定ボタンなんで、設定のシステムですね、このバージョンがあるのでここタッチします。そうすると、新しいバージョンあるよってことで、これをダウンロードします。あ、今ねちなみに Wi-Fi でアップデートかけてますね。これ USB でも、アップデートかけれるみたいです。ということで今多分これでアップデートできたと思います。でこの日本語に変えたいんですよ。ポン。あ、まだダメなんですね。うん、これ日本語バージョンいつ出るんだろうね。もしかしたら USB 経由だったらもうあるのかな。これはちょっと後で確かめてみようと思います。はい、ということで、まあ、なかなかね興奮してる開封動画だったんですけれども、あの後ねいろいろ作ってみました。まあ、といっても自分で設計して作ったわけではなくて、 STL ファイルって呼ばれる、まあ、この 3D プリンターの、まあ、設計図みたいなものですね。それをね皆さんで公開し合っているようなサイトがいくつもあって、そこから欲しいものをダウンロードして印刷するっていうだけでもね十分楽しめるんですよ。まあ、なのでこういうもの欲しいなと思った時にまず探してみて、気に入ったものがあればすぐ 3D プリンターで印刷できてしまう、このお手軽さがね一つの良さですよね。で早速自分もね欲しいもの探してみて、 Google Nest、まあ、Google ホームの、スピーカーですね、全部でね4つぐらいもらったんですよね。まあ、ポイントのもう有効期限が迫ってたので、そのスピーカーをね立てかけるスタンドと、あとベッドに引っ掛けるスタンドですね、こちらとりあえず作ってみました。当初は Amazon を見て専用のスタンドを買おうと思ってたんですけど、あれ、そういえば俺 3D プリンター持ってるじゃんっていうことで調べてみたら、ガンガン皆さん作ってるんですよね。で試しに印刷してみたらそのまま使えるとっていうことで、とりあえずスタンドなんかも作って、もう今現在小屋の方で使ってます。ベッドに引っ掛けるものはもちろんベッドで使っております。まあ、そんなものを作ってみたりとか、ヘッドセットを壁掛けにできるようなパーツも作りましたし、あと一番のねお気に入りはねこいつですね。でん、これ前紹介しましたよね。バッテリーの電圧とかを測定するための道具なんですけれども、まあ、こちらのねケースを作ってみました。結構かっこいいでしょ。これも実はもう設計図が公開されていて、ただちょっと自分に合うようにこれはね手を加えました。例えばこれもともと設計図にあったもので印刷したんですけど、この後ろすごいペラペラだったんですよ。これ指で押したらへこむぐらい、あ、今パキッつって折れたわ。これすごいペラペラだったんですけど、こういったちょっと嫌なところを解消してちょっと分厚くして、もう全然へこまないようにしたりとか、あと後ろのね穴、ここ DC 電源を取るためのプラグを差し込むための穴なんですけど、こっちにねもう一個穴あるんですよ。
この穴いらなかったんで、この後ろをね厚くしたのと同時に塞ぎました。あとこの辺ですね、ここ丸くくり抜いてちょうど入るようにしたりとか、その辺りをね改良して作ったものになります。まあこういった感じで自分でねちょっと気に食わないところを手をかけて修正することもできますので、すごくね 3D プリンターって面白いんですよね。まあ実際にその STL ファイルと呼ばれる、まあ、設計図ですよね、そちらを修正するためにはやっぱり専用のソフトを使ったりしてね修正する必要があるんですけれども、まあそれもね覚えようと思ったら覚えられますので、ぜひ頑張ってね、やってみるとすごく楽しくのめり込めるなと思いました。あ、そうそう、これも作ったものですよ。こんな感じの最初についてた工具ですね、それを収めるための工具スタンドですね。これねサポート材って言って、まあここ本当はくり抜いてもいいんですけど、これはくり抜かないでフルカバー状態で作ったスタンドになります。まあちょっと印刷精度若干悪いですけど、クリアリティクリアリティクリアリティ、もうクリアリティのしもべですね。まあそんな感じで、まあ、作って遊んでみました。でちょうどその間にあるフィラメントのケースですね、これもね買ってみました。でフィラメントって湿気を嫌うみたいで、これはね加熱して湿気を飛ばすための、まあ、フィラメントドライヤーと呼ばれるものなんですけど、まあ、これもねせっかくなんでってことでクリアリティさんのもので揃えてみました。 Amazon ではね多分まだ売ってないと思う。これアリエクから買ったんですよね。でクリアリティで揃えたいっていうのは実は2つ目の理由なんですけど、1つ目の理由はね安いのが欲しかったから、ただそれだけです。 Amazon 見てみるとたまたまその時に欲しかったものが9000円台とか結構高かったんですよ。なのでアリエク見てみたらたまたまクリアリティさんの新モデルがあって、これね5000円ぐらいだったかな、それぐらいで購入できました。まあもちろん効果もバッチリで、まあ同じメーカーなんで当然普通に使えますよと。そんな感じで同じメーカーのものが揃って良かったなぁとは思っております。まああとね先ほどの動画でアップデートをして日本語にならなかったっていう話があったと思うんですけど、これね日本語になりました。その翌日にまた新しいアップデートが来て、アップデートしてみたら日本語対応になってました。多分ね事前にもう来てたんだろうね、ただ順番でアップデートが入って、たまたま次の日に新しいアップデートが入って更新されたと、そんな感じだと思います。なので今はもうすっかり日本語で操作できるようになってます。ただね最初の初日でもう英語に慣れちゃったので、実際日本語になったところで実は操作感あんまり変わらなかったんだけど、まあ日本語の方が初めてやる人にとってはねいいかなと思います。でこいつのね便利なところは Wi-Fi を使ってプリントできるってことで、パソコンで作ったデータをそのまま同じネットワークであればこのプリンターに無線接続でデータを飛ばして印刷することができます。それはねすごく便利です。なのでこちらのね USB メモリ買ったって言ってましたけど、これね結局ね開けてません。使わない。これはね買わなくてよかったですね。いらないです。まあもしね Wi-Fi がないとか LAN 接続できないよってことであれば、USB にパソコンから作ったデータを落としてこの USB に入れて本体の方に差し込んでいただければ印刷は可能でございます。ここからはね使ってみた感想総評なんですけれども、こいつをまず買ってよかったか、私はね本当に買ってよかったです。もう絶対買ってよかった。まずね何より楽しい、創作意欲が湧く、この2つがねかなり大きかったです。でやっぱりね使ってみるとこのエンクロージャー付きっていうのはすごく良かったですね。こいつはもともと振動だったり騒音だったりそういったものが大きいと言われているんですけれども、まあこのエンクロージャーがあるおかげで実際は音に関してはそうでもなかったなと思います。まあで横にテレビがあってテレビの横に置くとかはねそれはね絶対無理です。それなりの音は出ます。音は出ますけどエンクロージャーなしだったらもっとすごかったなっていう印象ですね。あとはねプラスチックを扱えるってことで、今までは木工とね金属が結構メインだったんですけど、これからはねプラスチックを混ぜたものが作れるかなと思ってます。結構あるんですよねプラスチックのこういう部品が欲しいなっていう時、もしこの先ね何かプラスチックの部品が欲しいなと思った時には、まあ、買おうとしないで、まあ、自分で作るっていうことをね心がけていこうと思います。そうすれば自分のレベルアップにもつながるかなと思いますし、何よりね作ってて楽しいのでそんなに苦じゃない。これはまあ人にもよるのかなと思いますけれども、まあものづくりが好きな人、そういう方にとってはかなり刺さる商品かなと思います。でもちろんねこの機種に限らずもっと安い製品いっぱいありますんで、まあクリアリティさんなんかもねもっと安い定番の製品とかありますんで、それを買ってとりあえずトライしてみるっていうのも一つの手かなと思いますけれども、でも私はやっぱりねホコリ結構かぶるんでエンクロージャー付きがやっぱりおすすめかなと思います。このフィラメントドライヤーはね買ったのも何かあったから買ったというわけ
けではないので、別になくても問題はないのかなと思うんですけど、まあ、フィラメントにもホコリ被るのも嫌だなって自分思っていて、今はねこうやってホコリよけみたいな感じで実際は使ってて、まあ、気になった時だけ加熱して湿気を飛ばすっていう感じの使い方にしております。このホコリが被らないっていうのが自分の中で一つの条件として選んだ要因になっております。で、今までねそんなに重大なエラーも発生してないですし、もうかなりね安定性は高いんだと思います。初期の頃っていうのはいろいろ不具合があったりとか、そういった話聞きますけど、もうかなり安定してます。自分みたいな初心者でも十分使いましたし、かなりもう楽しんでますね。あ、それでねさっき作ったものの紹介するの1個忘れてたんですけど、実はねここケースになってます。これ最初から入ってたヘラとか今カッターとか入れてるんですけど、このトレイも、まあ、先駆者がいて先人の方のデータをいただいて、まあ、ダウンロードしてきただけですね。僕はそれを印刷してここに今収めていると、そんな感じになります。なので本当にね自分で作らなくてもかなり楽しめちゃいますんで、まあ、ぜひともね 3D プリンター考えてる方はね、このクリアリティ K1 かなり安くなってるんで本当におすすめできます。ぜひね買ってねチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ということで今日はクリアリティさんの K1、まあ、今回はね提供ではなく完全な自腹レビューなんですけれども、こちらをレビューしてみました。いつも通り概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。まあ、今週はねブラックフライデーもあるんで結構安くなるんじゃないかなと思ってます。まあ、ポイントアップがねブラックフライデーは結構大きいんで、今見てみると 15,756円のクーポンが配られていて、表示価格 78,000円なので、今現在の価格で 63,000円で売ってますんで、きっとブラックフライデーになったらポイントアップキャンペーンでポイントがつくのかなと想像しております。なので実質まあ6万ぐらいでやっぱり買えちゃうことになるんで、最初のね発売当初に比べると3万4万ぐらい価格変わってますんで、まあ、ぜひともこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。